株式会社、木米造船所は、滋賀県大津市の造船会社。琵琶湖沿岸で最大の造船所で、大型船が入居可能なドックを有する。1872年に、船大工として創業、琵琶湖で使用される漁船、運搬船などの建造を開始した。1945年に有限会社、木米造船所を設立、法人化した。百六十五年に、 高線工,工場を設置して、高線の建造に進出、客船、作業船、巡視艇などを建造した。1966年に株式会社、木米造船所に組織変更、琵琶湖機船と提携して600トンドックを新設、琵琶湖での大型船の建造、修理が可能となった。1971年に FRP 船工場を設置して、 FRP 線の建造に進出、琵琶湖の他に本格地で使用される FRP 製旅客船、漁船、作業船、交通艇などを建造した。1974年にはアルミ系合金船の建造に進出、高速旅客船、調査船、巡視艇などの建造を開始した。1979年からは、 琵琶湖総合開発事業による推定下に対応可能なハイドロジェット推進船の建造を開始した。このほか水ごと関連土木建設受け負い部門、FRP 整形部門、マリーナ部門など関連事業を手掛けている。2008年に建造した日本初の敬語金製取りマラン旅客船、恵みで、シップ・オブ・ザ・イヤー2008の対象を呼び、 小型客船部門賞を受賞した。2020年にレイクウエスト観光株式会社と合併大型船の設計、建造は単独では行えないため、日立造船など他社でブロック建造を行い、陸送して当社のドックで組み立てを行っている。ありがとうございます。